こんにちは菊田一郎です今日は私の美学の基礎となっている雑味についてお話ししたいと思います雑味雑な味ですねこの雑味という概念は普段使っている墨の魅力に直結するお話ですなぜ絵の具の黒はダメで墨なのかということですが植物を 燃やすことにより発生するススを固めて作った炭は工業的に作られた絵の具とは違って雑味があるつまり粒子のサイズが様々なのでたらし込みの中で複雑で奥深い黒色の陰影が表現できますそれは例えば有機的な素材のみで作られた昔のバイオリンやチェーンバロのような古楽器には 現代の楽器にはない濁りや雑音が含まれるからこそそこに味わい深さがあるということに似ているかもしれません手すき和紙においても漂白された紙よりも天川のカスが残された木なりの紙が美しく感じられることやあるいは白米よりも玄米白いパンよりも全粒粉のパンの方が味わい深い という感覚に近いものかもしれません。こちらはその雑味満載の作品、黄斑をご紹介したいと思います。ここに描かれる沖縄強築塔の葉一枚一枚、そして黄斑という鳥の大毛に見られる滲みを通した雑味が、自然の持つ全体性を表現していくわけです。 雑というと手抜きみたいですが、雑味は最新の注意をもって表現することなのですね。本日はありがとうございました。